準決勝の話をしたいと思うんですけれども、準はい。決勝、まあ、実はですね、その直前で組み合わせが変わったじゃないですか。変わりましたよね。僕あれすごいよね。まあ、多分もう選手もびっくりしてる、もうこっちの見てる方もびっくり、何しろメディアの人とか超びっくりしてたと思うんだけど準決勝でアメリカと当たる予定だったんだけど、それ、まあ、メキシコってなった時のそのチーム内の反応とかっていうのはどうでしたか？いや、そんな動揺もなかったですし、あ、メキシコなんだぐらいの感じだったと思いますよ。はい、じゃあどこが来ても、あの先発であったり、その後に投げるピッチャーのそのローテーションみたいな変わんなかったって？僕は変わんなかったと思います。変わってないと思います。あの、詳しくやっぱり僕らまでこう、コーチじゃないので、誰が投げる、誰が投げないとか、降りてこないんですよね、話は。まあでも、薄々は聞くじゃないですか。なのであんまり変わってないと思いましたね。アメリカに行ったわけなんだけど、アメリカに行った時のでも時差ボケとかってどうだったの？つるちゃんとかやばかったんじゃない？実は僕はもう選手じゃないので、なんかこの時差ボケとかこうなっても別にいいじゃないですか。いや、まあまあよくはないと思うけどいや、ボケてなんかボール取れねえとか なきゃいいんだけどなんなかったですけど、もう選手はものすごく体がだるいとか重いとかいうは、ね、話はしてましたよね。やっぱそうなんだよ。栗山に着いたのが、4時ぐらいでして、そうね、そうね、でホテルに入ったのは6時で、うん、でものすごく眠かったんですけど、そこで寝たらこうまた時差ボケさらになるっていう話だったので、僕はもうずっと起きてました。あ、みんな選手そうしてたってこと？みんな多分選手起きてたと思いますね。そうね。でもその日の試合とか見に行ってる選手もいたもんね。いました。私も行きました。あ、そうなんだ。ベネズエラとアメリカ戦です。アメリカか、はい、アメリカ戦、そうですね、そうですね、アメリカ対ベネズエラ。まあ、そんな中で、あの 若いというかね、まあ、ロッテのエースの佐々木投手だったんですけど、ブルペンで取ってる時の、あの雰囲気とかどうでした？いや、ものすごく緊張して試合に上がったと思うんですよ。緊張してたんですよ。うん、いや、そうだと思ったんです。でちょうどあのスリーラン打たれた時に、うん、あのブルペンキャッチャーってもう試合ほぼ見れないので、ああ、で、あのローンデポパークのブルペンで僕山本由伸投手取ってたんですよね。はいはいはい。そしたらこうレフトのブルペンじゃないですか。あ、レフト、そうか、そんなところが。そうか、はい、右手にこのリリーフ陣が上の方に座る台みたいな、この試合を見る台みたいなのがあって、うん、で上はこう客席でちょっと屋根みたいになってて、うん、これぐらい隙間が空いてたんですよ。おー、メキシコのバッターが打って、おーってこう盛り上がって、僕がそっち見たらそこを白いボールがこう通過していったのが見えたんですよね。流れ星のような感じじゃない、それね。ほんとっす、ほんとっす、ね、時間が止まった感じでしたよ。あー、やばっと思って。あー、でサンドバルが良かったじゃないですか。良かった良かった、エンジェルスのピッチャーね。そうですね。で、あんま点数取れないんだろうなと思って見てたら、それがソロじゃなくてスリーランだったんで、うわー、これやばいなとこう 思いましたね。スルジャーが見ててもうわーって思ったのに、それ、まあ、目の前でピッチャー作ってるわけじゃん、山本投手が。どういう感じなの？うわって感じなの？それと もう関係なく、山本投手はもう関係なく、もう自分がもう行くの分かってたんで、あ、淡々と投げてる感じでしたね。大谷投手からあのダルビッシュ投手につないできて、間に伊藤投手とか入れてるじゃないですか。はいはいはい。その時も入れるかなと思ったので、それはなんでかって言って、その佐々木投手が良くなかった時に誰か作んなきゃいけない。でも山本投手、佐々木投手のそのまま後に行ったじゃないですか。これ間に誰か挟む予定はなかった、はいはい、いや、もう貝頭だったんで。うんうんうん。貝頭はもう山本投手だったんで。佐々木投手は4回って決まってたってこと？球数って言ったら5回と、球数だったと思うんですけど、で頭からだったら山本投手で、途中だったら多分、うん、あの時は宇田川選手が常に準備してるんで。ああ、宇田川投手、イニング、もう本当にそのイニング頭、イニング途中って、そこのね役割ははっきりしてましたね、大会通じて。あ、そう、宇田川投手が行った後のそのつなぎは誰だったの？次は宇田川投手がイニング完了させて、そうそう、またもう山本投手が頭から。例えばその後もつなぐ可能性あるけど、その間の選手っていうのもそこそこそれなりに決まってたってことね、じゃあね。そうです、そうです、そうです。その時さ、山本投手が行ったじゃない。でその後湯浅大成投手でつながったじゃないですか。はい。それも、まあ、予定通り。予定通りですね。ああ、
イニング途中だったらもう湯浅投手が行って、でその9回の表は大勢投手、じゃあその時に宇田川投手行ってないから1回作ったけど、もし湯浅投手の後に何かあったらその時も宇田川投手みたいな感じ。そうですね、あ、やっぱそこなんだ。結構宇田川投手は本当に大会通じて、ああ、じゃあ結構重要な役割だったんだね。はい、もう本当にずっとバックアップいましたので。ああ、そうか、それ大事。作った回数はもう一番そうだったね。ですし、はい、じゃあその情報大事だ。俺ブルペンやってたから、その投げないで作るそのね感じっていうのはめちゃくちゃ大事なんですよね。うわー、なるほどね。あとやっぱり宇田川投手の、宇田川投手オリックスじゃないですか。はいはい。で、厚田さんオリックスじゃないですか、見てるじゃないですか。はいはい。で、彼のこのスイッチの入れ方とか、イニング途中で劣勢の時に、劣勢っていうかピンチでいくこのアドレナリンの出し方とか、抜群にいいんですよ。分かってるんで、その宇田川選手の今回の選出になったと思いますし。わあ、すごい。そこも計算に入ってたってことね。で、やっぱり宇田川選手を一番近くで見てて、一番こう能力分かってる厚澤さんの、そういう推薦があったんでしょうね。なるほど。ちなみにそのタイブレークに入ってた場合ってどうなってたかとかってやります。もし大勢投手が捕まった場合の次とかっていうのは、そうなんで、やっぱ宇田川投手か。準決勝ですよね。はい。準決勝だった伊藤大海もいたし、あ、まだ残ったんだ。高橋宏斗もいたんで、大勢選手もビハインドで行ってるんで、うん。この10回まで、ね、追いついて10回になったら、ピッチャーいましたね、まだね。ああ、なるほどね。まあ、そう、はい、そういうことか。サヨナラになった瞬間っていうのは、そのブルペンからみんな一気に感じ、一気に行くじゃないですか、うん、で僕もものすごく興奮して、うん、でなんかもう選手になったぐらいの気持ちになっちゃってでこう輪の中に入ってたら、宗が、村上が僕の方に来たんですよ、なんかタイミングよく、よくの顔抱き合ってこうで整列してこう挨拶するじゃないですか、うん、なんか僕もそう並びそうになっちゃって、あ、危ねえ危ねえと思ってこの方にはけていったんですけど。それってでもどれくらいの人が来るの？ブルペンキャッチャー、ブルペンキャッチャー何人いたの？僕と梶原くんなんで2人です。あ、2人ね。じゃあ梶原くんも行ったの？行きました。で、つゆさんダメダメっつってこう手招きされてはけていきました。まあそれくらい興奮、いやあれはでもみんなが興奮するよね。でもさ、あれそれこそ左中間だったじゃん。はいはい。打った瞬間とか見てなかったの？あ、見てました見てました。うわ、来るみたいな感じ、抜けたみたいな、これ抜けると思って、うん、で、あとファーストランナーの周東選手がものすごく走ってたので、もう、うん、あ、これホームまで帰るわってさよならと思いましたけど、あ、それで興奮して出てたんですね、はい、野球評論家的に言っていいですか？はい、お願いします。村上選手が直前に初球ファール打ったんですよ。はい。で、そのファールで、あ、これいいわと思って、今までこうそのそういうスイングしてなかったので、ああ、でその次の球フォークかなんか落ち球チェンジアップだったかな、それをこうビタッて見逃したんですよね。ああ、これ打つわと思ったんです、本当にこう、後出しじゃんけんじゃなくて、うわこれ打つわと思ったら、本当に次の球こうポンって打ったんで、あ、やっぱ打ったと思って。でも本人はなんかその前のなんかファールフライでなんか感じよかったみたいな話してたから、多分そういうことなんだね。前のアウトの時なんかちょっと感覚よかったんだと思うよ。うん、私はそのファールの時に初球のファールで、あ、これ打ちそうだなと思いましたね。まあ俺はその日本でね、ちょっと仕事で、はい、まあ控え室で、まあスタッフに聞いてたんだけど、はい、あの時ちょっとバントするんじゃねえみたいな感じとか思わなかった。いや、僕は絶対にこうバントだと思って、で後ろで、ま、マッキーが控えてたらしいから、はい、誰だって思った時に、うわマッキーだ、これめっちゃ緊張してんだろうなと思いながら、そこまでそこまで想像してたマッキーこれ地獄のバントだなと思いながら、地獄で、でもなんかあれだし、そう、真っ青だったらしいよ、らしいっすねそうなりますよね。まあでも栗山監督のあの決断が結果的に大きかったんだけど、でも栗山監督の決断力っていうのはやっぱすごかったよね。もういろんなものが全部当たったんで、ハマったよね。結局こういうのって結果じゃないですか。結果、もうやっぱそこで結果出したも栗山監督は本当にすごいなと思います。なんかもうね、近くでこう僕もファイターズの時も
ね、ホークス行く前にも やらせてもらったし、ホークスから帰ってきてからも一緒にやらせてもらいましたけど、もう全然変わんないんですよ、監督のこのこう立ち振る舞いとか発言とか、もうなんかもうそういう人じゃないとやっぱりこういう風な高みまではいけないんだなと思いましたね。なるほどね。なんか歴史を動かす場面に行くわけじゃないですか、みんなが。まあ、そうなるな。僕らの常識とかいろんなものはもう大谷翔平っていう選手には通用しないだろうし。そうだよ、分かる分かる。ブルペンの中での MVP なんかって一人選ぶとしたら